どうもお疲れ様です。そうそう、金額高いと変な人入ってきづらいっていうのがありますけども、まあ、500円のオンラインサロンってね、結構そのオンラインサロンのネタを上げ足取って叩いてアクセスを稼ぎたいなみたいな、ちょっと変な人も入ってくるんですよね。本来オンラインサロンって、まあ、やっぱりね、その人の主催者の考えに共感したりとか、それを応援したいと思うから入るはずなのに、批判をするために入るみたいなね、もうアンチのネタを作るために入るみたいな人もいるわけですよ。それはそれでその人のなんかの発信スタイルだと思いますけども、まあけどね、それが500円じゃなくて5万円だったら、批判をしたい人はそんなお金払って批判しないと思いますからね。だから高ければ高いほどいい人が来るみたいな感じじゃないですか。飲食店の例をとって、必ずしも適当じゃないと思いますけども、飲食店ってほら、安いところには安いモラルが付きまとうみたいなね、答えもあるように、やっぱそうなりがちなんですけども、じゃあ一食5万とか10万のところに、そんなね、礼儀をわきまえない人とか、ドレスコードを守らない人とか、破天荒な人って入りにくいですよね。もうその価格が壁を作って一定の人をフィルタリングしてるってことなんでしょうかね、きっと。で、実はね、うちの近所で結構最近スーパーにしてもパン屋にしてもバタバタ潰れてるんですよ。ただでさえ少ないのに、その限られたマーケットにある唯一のお店が潰れてるんですよ。でね、共通してね、値段が安いんですよね。で、高級なお店って、例えばね、今パンフレットもらってきたんですよ。うちの近所にあるね、伊勢川家庭ってやつなんですけども、コースメニューしかなくって、パンフレットには値段なんて書いてないんですよ。でも行ったところ、やっぱ7000円から1万とか、なんかアニバーサリーで行くと3万とか5万ですね、まあ、そういうところってね、なんか君臨してるんですよ、相変わらず、なんと言いますかね、高いのが正義とは言わないんですけども、現象だけ見てると、まあ、どうしようもなく安くて支持されてるところもあれば、高くって簡単に近寄れないところもあって、その真ん中がね、ボリュームゾーンが、中間層っていうのがすっぽり抜けた形になるんですかね。安いのがいいのかな、高いのがいいのかな、それが問題ですよ。まあね、どっちにしてもこうやって塾を運営してきて、辞めていく人が多いんで、どっかに入っていた人がサポートがうまくいかなくって、で、他ないかなと思ったら、まあなんか来てくれるみたいなのありますよね、確かにね。まあでもね、速稼塾、頭金3万円で入った時、まあ4割ぐらいは満額とか、まあオーバーキャッシュとかってね、規定の金額以上に払ってくださる方はいたんですけども、まあ去っていく方も多いですよね。そういう方にとってみたら、まあ速稼塾にはさして悪い印象なかったんじゃないかなとは思います。3万円だから、まあ頑張って入ろうかって人は、やっぱりね、一生懸命稼ごうかっていう風にならなかったかな、結果的に。みんなじゃないですけどね、やっぱり3万円が払えないから3万円をさらに分割してって方で浮かび上がった方もいますんでね、やっぱ本当にお金がなくて悔しい思いをしてる人っていうのは、その誠実さでまずは交渉して3万円すら分割して、その手法を生かして、なるほど、交渉、つまりコミュニケーションでビジネスはうまくいくのかもしれないなっていうふうなきっかけを拾ったんですよね。で、そっから私のことをね、もう徹底的に使っていただいてね、もう一気に売り上げ作ったみたいな方もいらっしゃいますし、もう連絡なくなりましたけども、生活保護で私の動画を見始めた方も、収入低かった中で自分の持てる能力ね、例えばお弁当作りとかを活かしてね、月収10万ライン載せたりとか、結構いい話がどん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 出てきましたね。だからその人の意識がすごく大きいんじゃないかなと思います。意識ですね。意識の式は知識の式。いってらっしゃい。